本瑞希さん、井上さん、デリゴさんでございます。レイナは会えないちょっとレイナさん申し訳ないがちょっとトラブルが起きまして今照明が切れてしまいましたね。ちょっと待ってくださいね。すいません、見なかったんですよ今ね。登場のシーンが撮れてないので改めて登場する。今登場リハーサルやつだってことにしましょう。はい、何登場から撮れてなかったんですか。はい、あ、最初から。あ、じゃあもう何もなかったかのようにもう一回、はい、もう一回ね驚いてくださいね。変な脇汗かいちゃいました。皆様すいません、上手の方にもう一度、はい、申し訳ございません。4人の方にこのサンダルプレゼントします。で、これどうやって決めるんですか。じゃあ握ってもらいましょうよ。私が握って。4枚にして。では、あのリーク様も登場シーンから。はい、はい、はい。で、スタッフの皆様、どうぞマイクを。山本瑞希さん、一言お願いします。はい、皆さんお待たせしました。ちょっと照明はあれなんですけど、負けないように元気に明るくいきたいと思います。あの突然のトラブルの中、ちょっと暑かったりとかしてぐったりされてる方もいらっしゃったなと思って、終わったらきちんと水分補給をされてください。はい、この映画はあの見る限りこう若い女性向けの風に見えるんですけど、あの結構男女問わず見れる映画になっていて、夢を追ってる方だったり、あのこれから就職をする方、あの仕事を働いている方など、いろんな方が見ていただける映画になっています。よろしくお願いします。お願いします。なかなか珍しい大トラブルが起きましたけれども、はい、びっくりしました。でもなんかこういうトラブルがあったので、あとはきっといいことしかないんだろうなってさっきお話ししてたんです。皆さん平常心でそれでも舞台挨拶終わらせられましたか。なんかそうですね、リリコさんから本当に逆に緊張がほぐれたというか、リリコさんのおかげで数多い舞台挨拶の司会をあの務めさせていただいてますが、こんなの初めてですちょっとしたトラブルはありますけれども、でもなんかお客さんすごいラッキーだったんじゃないかな。皆さんには、ね、本当に申し訳ないんですけれども、あのね、皆さんね、長くみんなを見れたから良かったんじゃないかなと思います。司会としてもたくさんご経験なさってると思うんですけれども、うん、ここまで大きいのっていうのはやっぱり前代未聞。そうですね、前代未聞ですね、日本に来て27年初めてです